皆さんこんにちは、ちんたんあさきです。本日は奈良市高畑町にございます 3DK のファミリーさん向け物件のご紹介となっております。まずこちらが玄関のスペースですね。大変広々とした玄関となってますので、まあ、この辺りにシューズボックスなども、置いていただけるような玄関となっております。そして、こちらがお手洗いですね。ブルーのアクセントクロスがとっても、おしゃれな、大変清潔感のあるお手洗いとなっております。まず、こちらがですね、キッチンのスペースとなっております。キッチンはこちらの、木目調のですね、とっても可愛らしいキッチンとなっておりまして、こちらにお好みのコンロを置いていただく形になっております。そして、収納の方も上下にしっかりついておりまして、まあ、こういう形でですね、調理器具をしっかりと入れていただけるようになっております。水切り棚も大きくついてるのも嬉しいですね。温度調節はこちらのリモコンでしていただけるようになっております。さらにその後ろ側にですね、水回り続けてございまして、まずこちら独立の洗面台ですね。シャンプードレッサーもこのようについております。またこちら嬉しい室内の洗濯機置き場となっておりまして、反対側こちらが浴室となっております。しっかりね、肩まで使っていただけるサイズの浴槽ですね。この辺りにシャンプーなど置いていただける棚がついているのも嬉しいですね。こちらには小窓もついております。そしてキッチンスペースの、奥にですね、一つ洋室がございますので、まあ、つなげてでも使っていただくことができますね。こちらも、グレーのですね、アクセントクロスがおしゃれですね。まあ、いろんな家具に合わせやすそうです。そして収納の方、こちらにございまして、こういう棚付きのですね、高さのある収納となっていますので、まあ、大きなね、衣装ケースなどもしっかりと収納していただくことができるようになっております。そしてこちらにはモニター付きのインターホンカラーでございますので、しっかりとお顔を確認してご対応ができるようになっております。廊下を挟んでですね、2つ目の洋室がこちらのお部屋ですね。南向きということで大変日当たりもよく明るいお部屋となっております。こちらもですね、こういった棚付きの収納がついておりますので、小物なども収納していただけますね。バルコニーの方がお隣のお部屋とですね、つながっておりますので、まあ、こういう形でお洗濯物もしっかりと乾かしていただくことができますね。また、こちらシャッターもついてますので、セキュリティ面も安心となっております。そしてですね、最後和室6畳のお部屋、こちらですね、こちらからもバルコニーに出ていただけるようになっております。はい、そして収納の方は押し入れ収納ですね。こちらに1軒分ございますので、オートマや大きなね、スーツケースなんかも置いていただくことができるようになっております。こちらの高畑町のエリアはですね、大変静かで、小学校や幼稚園、保育などもすぐ近くにございますので、ファミリーさんにも大変おすすめの物件となっております。詳しくは当社のホームページでご確認ください。奈良のもてなし奈良心ちんたん席では皆様のお家探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。奈良のもてなし奈良心ちんたん席では、広報キャンペーン、ネット予約サービスなど様々なサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。